セイロンベ論弁イピアースは、弁ソウか琉球弁イ属の植物である。別名を、灯籠ウといい、こちらを標準和名とする説もある。原産は、南アフリカだが、現在では、熱帯地方各地に帰化している。日本では、沖縄や小笠原諸島に帰化している。道端など日当たりの良い場所を好み、時には、琉気産後礁の岩の上などにも出現する。 小笠原諸島父島では、至るところに繁茂して、現地の固有植物症を阻害しており、侵略的外来種として、銀ネムと共に問題視されている。全体に多肉質の多年生草本。茎は直立し、葉を体勢につける。葉は短い柄があって、養身は楕円型から卵型、はじめは単葉だがよく育つと産んでから、単無上服用となる。茎は、 直立型だが風で簡単に横倒しになるほど折れやすく葉も簡単に脱落して飛散する。しかし横倒しになった茎は全体の節々から根芽が出て補服型となり葉は飛び散った先で新芽を出して活着するため台風の暴風をも利用して生息域を広げる生態を持っている。体寒性、体炎性が高いが寒さに弱く 本州程度の井戸でも冬を越すことができずに枯れてしまう。葉、茎からは、キュウリの実のような周期を放つ。明治後期、南洋航路の中継地だった父島に、南洋から、園芸種として導入され、野生化した。小笠原諸島の休憩者の岩場にあった、自生の高原植物や苔、地衣類を駆逐したと思われる。土の中に埋めたり水がある皿につけると葉から、芽が出る。 無償生殖の性質を持つ植物である。そのため、俗称、はからめ、マザーリーフ、小宝層などと言われ、土産品や内地で行われる、イベントの宣伝物にもなっており、侵略性の認識は薄い。妊婦を出した家から葉を分けてもらって育てると小宝に恵まれる等という名信が生まれている。楕円形単葉体制直立型の正論弁形と、 高比ーー張り形ロゼット状のアロエに似た外見を持つ、シコロ弁系は、共に、ハカらめ、マザーリーフ、ラ宝ウなどと呼称されており、しばしば混同が見られる。ありがとうございます。